こんにちは、ネオンです。こんにちは、まなぺこです。チロチロリーズハです。アイリです。はい、今日は丸々すぎて着れない服第2弾をやっていきたいと思います。イエーイ。前回めちゃめちゃ大好評でした。本当に。おあざーす出てないけど。ちなみに2回目の人は、はい、はい、今日はうちらが買ったけど一度も着てない服を紹介していきたいと思います。イエーイ。これを1回も着てなかった理由は模様が集合体みたいでキモいのと、ヒョウ柄好きなんですよ。ヒョウ柄好きで買ったけど、なんか大阪にヒョウ柄のおばちゃんがいっぱい歩いてて、で多分来たら混ざっちゃうんですよ。はい、アイリです。シーンで買ったやつを持ってきました。下品に見えるかなって、父が爆発しそうだったんで増えました前回から。着れない服いっぱいありますね。ある、うん、あるちゃん、やはちゃんは、うちもめちゃくちゃある。やっぱ背景なのかな。ちっちゃい、うん、背景おっぱい問題深刻なの。胸元問題、なんかシーンとかで頼んだらサイズでかすぎて着れないとか。わかる、うん、海外ブランドよ。はい、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 ではやっていきましょう。どうぞどうぞ。ペコの丸々すぎて着れない服はこれです。なんで？似合わないからです。確かに確かに確かに、そう、似合わないので着ないんですけど、買った理由がお兄ちゃんがなんかこういう綺麗めの女の人が好きで無理やり買わされたみたいな感じで無理やり買わされたの？最低。お前これ買え。お兄ちゃんですか？でも多分お兄ちゃんは似合うと思ったから買いなってまなみに言ってきたけど、まなみは絶対似合わないの知ってたから嫌だよって言ったら、じゃあいい、俺選ばないからみたいな。あ、一緒に服選ぶの？え、そう。え、何その幸せエピソード。でもお兄ちゃんと全然系統が合わないから嫌なんです。で失敗されたのこれも。そう、いや、そのおかげでこの YouTube 出てたからな。まあまあまあ、ありがとう。ありがとうしゅ。他人どこで買ったの？ザラです。え、そうなんだ、うん、ぽいね。この大人っぽい服を着れるように頑張ります。以上、まなぺこでした。バイバーイ。アイリです。アイリの何々すぎて着れない服はこれです。すごい、もうエッチ。エッチ、エッチじゃなくて夏に着ようと思って買ったんですけど、いっぱいできるんじゃないかなって。えぇ、着れへんかったやつです。おっぱい出すぎて着れないやつ多くない？多い。見えすぎたら下品に見えるかなっていうのと、多分もうちょっとちっちゃい子が着たら綺麗に見えると思うけど、アイリみたいな子はなんか逆になんかここら辺の男を誘ってるみたいな格好になっちゃうんで、あれかなと思って。でも可愛いけど。可愛い、可愛い。こちらみんなどこのですか？これは H&M です。このフリフリが嫌で。確かにそうそう、キモくて着てないです。そこにしか目いかないよね。おっぱい行っちゃいます。緊張しちゃう。緊張しちゃう。話入ってきてないもん。見すぎて目合わないですもんね。着れなかった服はこれです。全然可愛いじゃん。可愛い、18が着る服じゃないかなと思って大人でなんかエッグじゃないなみたいな。大人っぽい。可愛い。でも可愛い。だからもうちょっと年老いたら着たいなって思います。年老いたら着るね。なんて年取ったら。今でもいけるけどね。いけますか、うんうん、今日これで来たって言われても変じゃない。でもたまたま会ってたから上の服と、うん、今日お気に着た方がいいと思う。今日お気にチャレンジしてみます、この形に。かわいい。ちなみにどこなんですか？これはジェイダです。ジェイダなんだ。ジェイダでしかも服買わないんで、今日ジェイダでした。かわいい。以上、ネオンでした。はい、うちの冬服で着れなかったポイントっていうか、あのコーデなんですけど、こちらです。じゃーん。
と、あの交番の冬服って書いてあるやつをちょっと見るの忘れちゃって、夏服になっちゃったんですけど、なんかカルバンクラインの下着でコーデしたくて買って、それで外出ようと思ったら、お前の服はグラビアみたいな、露出やばい系の女みたいになっちゃって、全然着らなくて、そのままガチで下着になっちゃったんだけど、これがうちの着らなかった服です。何隠してるの？もうなんかついてたんです。さらに着れない、さらに着れない、なんか醤油みたいについてた。どうしたらついちゃったんだろうこれ。って感じです。以上、ゆずぴでした。バイバーイ。次がヘルシーに着こなせれなかったトップスはこちらです。ヘルシー、ヘルシー、バイバーイ。かわいいじゃん。かわいい。え、ガチ？イケれてる？え、なんかこれで一回外まで出たんですよ。え、これでこうシャツ着て外出たら、いや、マジヤバすぎるからマジやめなみたいな言われて、それで、え、待ってこれヤバいんだと思って、そっから二度とこれで出れなくなって、そっから切れてない。じゃあ以上、ゆずはやでした。バイバーイ。はい、じゃあ丸々すぎて着れない服、皆さん着てみていかがでしたか？恥ずい。なんかみんな可愛いけど、二人だけ間違い。槙原さん。え、ネオンとか普通に着れそうじゃない？可愛い。可愛いですか？可愛い。なんか毛糸じゃないかなと思って。いや、可愛い可愛い。ゆずはちゃんとか似合いそう。あ、うちね、確かに、うん、結構そういうの着るかも。でもさ、結構グラビア組似合わなくて着れなかった組みたいな、なんかちょっとね、それだけ間違いなんだけど、本当になんかさ、夫婦みたいじゃない？フォローもよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。